じゃあ人類を超越するとどうなるのかもうここら辺はそのオープン AI a i の AGI でってどうなるチームみたいなことは何考えてるのかっていうのはここから始まるわけですねはいここですよね面白いのがねだからロボット科学経済軍事などあらゆる分野で革命的な変化をもたらしてそれは運命そのもの根底から覆すほどのインパクトを持つんじゃないのかっていうところでまあ知能は人類をはるかに超えて問題解決 想像的も超えて高速な、想像的なところを超えて学習も超えるみたいな、あれ、知的タスクにおいて人間を超えるってことですね。で、それによってロボット工学も進歩して人間レベルの器用さ、判断力を持つロボットができますと。で、環境技術も加速して新素材、エネルギー、まあ、ロボットができれば物理世界の実験とかも相当加速しそうですよね。そうですね。うん、で、いろんな素材とか、 物理側でも、の研究でもブレークツールが続出し、経済成長の爆発。経済成長を爆発するんだ。生産性が大幅に上がり、産業が創出され、経済の兆候とか、あと、あ軍事力ですね軍。これを持ってる国が軍事的に圧倒的優位になるみたいな。で、そうすると人類には、労働は多くの仕事が AR のごとによって自動化され、経済は 加速し豊かになるる一方で格差も起きると安全保障は軍事バランスが大きく変化し倫理は AI の制御倫理共存など新たな課題みたいなまあここら辺を考えてみたいですねなるほどって感じですねまあそうですねこんなにしっかりまとめてくれるとまあ、うん、主張はね昔からある主張なんだけどしっかりと。うん まとまってる感じですよね。なんか、すごく新しいことはそこまではないですけど、けどね、納得感がある感じでまとまってますよね。そうですよねあこういう順番で、これは労働者ですかね。労働者がまずグッと来て、うん、次にサイエンス、テクノロジー、なでロボットが来て、はいで、軍事が来て、GDP がガーッと上がるみたいな。 GDP 作用になるんだなんか労。労働者のところがあの生産性上がったら GDP も上が,る上がるのかなと思いましたけど。意外とあとですね、これもしかしたら本文に詳しい説明があるのかもしれないですね。ね <laughs> でみたいです、ね、これじゃあ、そういう時代の人類の役割って何だっていう、これもいろいろ言われてるけど、じゃあどうまとめてくるのかと。 はい。というところですよね。はい、大きなリスクをもたらしますと。超知能じゃ生き抜くためには AI との共存、制御、倫理みたいな。パートナーたっているように想像する可能性もあるけれども、制御できなければ大きなリスクもある。まあまあ、これはそ,そうですね。AI との共存、敵対するのではなく、共存する方法を探る。能力を生かしつつ、価値観を守り、豊かな社会を築く。制御、超知能の 能力を制御し、人類に危害を与えないようにする安全性、倫理性を担保するための技術開発、国際的なルール作り、AI の倫理、AI の開発利用における倫理的なガイドラインを策定し、人間の尊厳、人権、自由、平等などを尊重する AI 社会の実現、まあ、課題,課題というか、まあ、こういうことが、 議論をする必要がありますねっていう、ここですね。これタイ,タイトルがあれですね。人類の役割というか、まあ、ここら辺が課題になるね、みたいな、そんな感じです。ですね、ただこれ、ちょっと全体的にすごい丸まってるかもしれないですね。あの、 神は細部に宿るじゃないですけど、なんか元のやつとか、ちょっとあの X とかで話題になってるやつを見ると、なんかもう,もうちょっと個別具体で、なんかこんなこと言ってるぞみたいなことでバズってるんですけど、これ見ると、すごくめっちゃ丸まってますね、本当に。そうなんですよ、ねです、AI に、ね、サマライズさせると、本当につまらない文章になって上がってくるんですよね当たり前のところだけ用そされてますね,ね頭、当たり前のところが抽出されるんで、あんまり面白くない文章になっちゃうんですよね。AI させると、うん、これちょっとまた別のプロンプトでちょっと新規的なところだけ具体的に通知してくださいみたいな、ね、まあ読むしかないかもしれないですよこれ <laughs> <す>最終的には、うん、165ページあるんでねちょっとどう,う、ね、<laughs> どうしようかと思っちゃいますけどまあちょっとこれ見ても面白そうだったらた <laughs> ねでも読んでみたいなと思いますよね国家安全保障みたいなのが来るだろうということで、はい、まあ基地のがゲームチェンジャーになるんじゃないのかということでまあこれ持ってると 軍事経済がある分野で圧倒的な優勢をもたらして国家間の力関係を根本部から使いすんじゃないかとか、ね、軍事力の構造化ですね、うん、新機能新兵器まあ AI できるぐらいだから、まあ、新兵器も AI 開発し無人になってサイバー戦になるんじゃないかとか既存の戦略戦術をこう無効にするみたいな,なんかそんな風になっていくとか、まあ、経済が爆発的に成長する超知能を持つ国が世界を リードして世界地図上が再編この超知能を持つ国がルールを書き換えていって国際的な緊張が起きるだろうみたいなまあ そうですここら辺あんま考えたことなかったですけどでもまあ言われてみる。嫌ですねこういう。こういう世界になったら嫌ですね。でもまた戦争,な <laughs> 戦争とか嫌だな。いやでこの後でその米国と中国のその超知能覇権争いみたいなやってるところが次の章なんですよね。うん、まあでもそうなります。まあなんで多分オープン AI の人とかはこれ開発ガチで開発してるとかは多分それをやってるのかもしれないですね本当に。 本当にゲームチェンジャーということで AI 開発競争アメリカ VS 中国みたいなこうけ結構あ熱く語ってますねなんかいろいろ勝利しなければならないもう完全にアメリカ目線の,あの、ね、アメリカ目線ですねアメリカはいかに勝つかみたいなね<え>なんでもう米国の勝算はどこにあるのかみたいな感じで強み資金力人材技術力実績とかはまあ強みだけれどもまあ 政治の停滞とか中国の脅威とか、まあ、こういう課題もありますよ、みたいな。まあ、ここはもうほとんど政治的な話というか、あれですけど、政治のリーダーシップとか技術革新を継続しようとか、安全保障を強化しようみたいな。まあ、こういうこともオープン AI やってたんだな、みたいな。なんか、そんな感想になりますけどね。 あやってたとそうですよね。こ,ねうん、こういうことが大変になるから制御しきれなくなんじゃないみたいなことを言ったけどもうそれでも行くみたいな感じだったらだ,だったらやめるみたいな感じで解散して。だから去年の年末、うん、アルトマンがクビになったのもこういうことをみんなが思い始めてて、うん、これどうにかした方がいいんじゃないと思ったんだけど、うん、アルトマンはいやそんなこともなんないでしょみたいな感じで。 とにかく前へ進もうよと、だってすごくいいことなんだからさ、うん、みたいな感じでやったんで、いやいや、そんな楽観的すぎないですか、みたいな、言うこと聞かないなったら、もうアルトマン、クビみたいな感じだったんだけど、うん、アルトマンは復帰してで、ボードも全部変えられてみたいな感じなんだけど、うん、やっぱりオープン AI の中には、いや、これまた危険なんですけどみたいな感じの人たちがいて、今度はその人たちとアルトマンが揉めて、アルトマン、 が言うことが聞かなかったら、お前の首をどみたいに言ったのかどうかわかんないけれども、あ、うん、あのまあ、自分たちの意見が通らなくなってきたんで、うん、もうやめますみたいな、それリークしますみたいになったんでしょうね。うんうん、あの確かに、やめるときもなんかリ、リークするとも、持ってるストックオプションが無効になるみたいな、うん、なんかそういう気がついてて。 ひどい話やみたいなことで、<laughs> 結局、あるとまは、いや、まあ、リークしてもあのストックオプションは向こうにはしませんよみたいなことは言ってましたですけどね。うんうんうん まあそれ言ったんで、じゃあ、あストークオフじゃはむっこみにならないんだったら、じゃあ、やっぱりリークしみたいになったのかもしれないですけどね。ああ、そうかもしれないですね。かなり全力でリークしてますから。ね、<laughs> なんか、ここがすごい丸まっちゃってますけど、なんか本文だと、なんかもっとぐ具体的になんかいろいろ書いてあるんですよね。こう中国はなんかこういうことをしようとしてるとか。<う>で、中国の野望を見て、あちなみにここ,こら辺はあの、ジェミネー出そうとしたら、なんか倫理規定、倫理じゃないですけど、なんか引っかかって。 なんか解除しないと出なかったですよ。うん、ここら辺はあそうなんだ。やっぱり政治的推量発言だからそうなんですよね。うやっぱり引っかかるんだ。中国はあんま出てないですけど、なんかさ最近ちょこちょこ中国のモデル出てきてます。けれども、中国はやっぱり最大の脅威となるだろう。みたいなまあ、中国も計算能力かなり増強してるし、アメリカのアルゴリズムをこうなん取ってるんじゃないのか。みたいな。はい,はい。これ。 <laughs> なんかこういう、ここですよね、これ、どこまで本当なのかわからないですけど、これ、確か中に具体例書いてあるんですけれども、はい、なんか実際になんか侵入したり、ハッキングして、なんかやってるとか書いてありますね。なんか後の方のスライドで、結構本当にサイバー戦みたいで、あの中国とかが攻めてくるんで、なんか普通の1スタートアップとかだと、通に切れないみたいなの書いてきてましたねな。なんでこれが本当に この今、こう a i というかその AI のアルゴリズムが自然学的なあの意味を持つぐらいになってきてるんで、なんかそれを一スタートアップが担えるのかみたいな話が確かこの後続いていくるんですよね。ねで、あ、これはまたなんか中国がいかに危ないかみたいな感じの話ですけれども。中国から見ればアメリカがいかに危ないかみたいなことをね、議論してると思うんだけど。<laughs> アメリカに任せてていいのかあんな国にみたいな。 トランプだぞ、大統領は。ねそんなこと言ってるのかもしれないね。そうですよね。まあ、なんでこれ、これとかも、中国がやったら悪用するみたいなことはもうき決めつけたきるようになってますけどね。ね <laughs> アメリカがやると人類の国に貢献するけど、中国が悪用するみたいな、だから危険だみたいな。いや,いや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 。お互いにそう思ってることが一番危険だと思うんですけどね。お互いに相手が悪者だと思ってる、うん、ということが一番 そ考え方が一番危ないんんだと思うんですけどね,でねでアメリカのリーダーシップが希望の光ですよみたいなまあこれちょっとジェミニが出してるんで中では本当にこういう書き込いるかは分かんないですけれどもでも一応こういう考えを持ってるみたいということでまあけ結構今岐路に立ってるけどこのアメリカのリーダーシップが希望の光で国際的な超知能を人類全体で意見するための国際的な枠組みを 作ったらどうだみたいなあ、まあもし。もしかしたら、ここら辺け結構いろんな施策出したりとかしてるんで、まあ、そ,そこら辺も気にはなくて、なんか、クビになってんのかもしれないですけど、ここら辺は分かんないですけれども。まあ、なんで、具体的に、長知の時代に向けて、こんなことをやったらいいんじゃないかっていう提言を3つあ提言をしてて、まずは民主主義国家における AI からな、これはあれですね、中国を省きみたいな話してたの。<laughs> <laughs> 倫理的な民主主義国家によって倫理的な AI を人間の尊厳を重視した AI。まあこれは中国からすると人,人間の尊厳を重視しないやつになるみたいな話ですけれども。いや一方的な気持ちだ<と>決,め決めつけのだけなんでするけど <laughs> こ,こういう考え方自体が怖いな。ですよね。まああと透明性説明責任、アカウンタビリティと市民社会とかああ連携しましょうとか、あと、まあ、国際的な安全保障 体制です、ね、まあ、長知能軍事利用に関する国際的なルール作りみたいな、まあ、必要かもしれないですね。すねまあ、悪用拡散防止のための、これ何するのか全然分かんないですけど、拡散防止のために何できるのかとか、ね。 今日に対する共同研究情報究でもこのもはやこの共同研究も AI がやるんじゃないのかみたいな気もしますけどね。もうこの超知能の時代になったら AI がその研究するんですかね。超知能の時代のことを予測するということがまず無理,無理だと思いますけどね。まあそうですよね。もう地平線の向こうで何も分かんないですよね。ねそうですよ。何も分かんないと思いますよ。<laughs> ということで、こういうリスクがあるから、 政府主導で AIGI を開発しようみたいなところですね。なんで、ここら辺があのオープン AI 批判なのかもしれないですけど、スタートアップ企業を巻く点あまりにも重要かつ危険すぎるので、政府主導のプロジェクトによるんじゃないのかっていうこの思想ですね。まあ、これは限界があるんじゃないのかということで、うん、まあスタートアップは確かイノベーションのエンジンだけれども、4つ限界がありますと。1個は資金力不足で、まあ、計算資源調達だけでもめちゃくちゃ 規模が数兆円規模とかになるから、緊張達に限界があるし、継続的な投資、長期的な研究開発性が必要じゃないかと。うん、人材不足ですね。世界最高向の研究者、エンジニアセキュリティの専門家が必要で、スタートアップだけでは十分に人材価格はこんなじゃないのか。あと、セキュリティ対策ですね。ここ結構重いと思うんですけど、さっきみたいな国家レベルのサイバー攻撃とか、 受けるし産業スパイがあるから結構流出のリスクが高いんじゃないのかみたいなあと意思決定ですね方向性とか倫理的な問題これ本,本人の体験だと思うんですけどね本人が体験としてやっぱりスタートアップ機能の閉鎖的な意思決定プロセスは社会的な合意成阻害し透明性説明責任アカウントビリティみたいなところまあこれ、まあ、実際オープン AI でやっててすげえすごい不透明で なん,かなんか嫌だったんじゃないですかね。なんかそんな感じですね。で、案として、マンハッタン計画みたいに、国家プロジェクトでやったらいいんじゃないのか、みたいな。案あま、マンハッタン計画で、うん、広島と長崎は大変なことになりましたけどね。<laughs> それがいいのかどうかみたいな。ここまで、ここまでっていうか、もうと、途中からもう軍事技術になってますよね、もう AGI、AGI、ね。なんで国家プロジェクトとして、 やろうみたいな成功例になってるんですよね、マンハッタン計画がね。アメリカの見方からすると成功なのかもしれないですけど、うん、まあ人類全体にとってそれが成功だったのかどうかっていうのはちょっとやっぱりわかんないですよね。うん、<laughs> 全体としても、あのあアメリカがい,いかに派遣を取り続けるかみたいな。まあ、そういうことですよね。<あ>うん、自分たちは新しいからね、ううみたいな。うん、うん、考え方みたいですね。ねまあ中国の中華思想とも同じようなもんですよね。<laughs> そうですね。ね なんで人類の未来を左右するこのプロジェクトは国家の総力を集結した壮大な取り組みになるのではないかみたいな感じで、ね、国家プロジェクトとして HI を加速し、まあ、同時に安全性専用可能性を重視しつつ、うん、国家安全保障を強化まあこれやってるうちに中国がすごいやってくるかもしれないですけど、ね、その倫理無視みたいな感じで何か甘いって考え方がなんだろうなナイーブって 思われるか、甘いと思われるかもしれないですけど、やっぱりウェブスリ3的な考え方が出てこない限り、うん、こ,のこの文書の考え方もかなりやっぱり危ない考え方だと思いますよね。うん、ウェブスリ3的な国家によらないような、うん、世界中の平和を求めるような人たちが一つになっていくようなみたいな、甘いのかもしれないですけども、わかんないですけども、うん、だからそういういの以外そういうのでないと、 このままいっちゃうと本当、マハンタ見学ってもう原爆じゃないですかね。<laughs> れと同じようなことで原爆、要は原爆持とうでっていう話してるわけですから、ね。そうですね。次世,次世代の,その戦略兵器ですよね、うん、もう。そうですよね。それでいいのかどうかっていうのはね、うん、考えますよね。まあこの流れで世界の未来を守るみたいな、まあ、アメリカは世界の警察ですから。まあ、なんで、アメリカの元人類全体のために、 アメリカがやってあげますよみたいな考え方、まあ、一応日本も出てきてますけど、ね、同盟国と共同開発みたいな、価下を共有する民主主義国家と連携しましょうみたいな、まあ、でもやっぱりイメージとしては核兵器なんですね、もう。そうですね <laughs>